はい、どうも皆さんこんばんは、朝日です。今日はマグロがね半額だったんで、簡単マグロユッケを作っていこうと思います。使う材料はマグロ、ネギ、キュウリです。これらをねガンガンと細切りにしていきます。薄切りにできましたら、これを全部ボウルに入れます。そしたらここに味付けをします。まずごま油、甘口の焼肉のタレで、ここにごま、辛いのが好きな人は唐辛子ですね。で、よく混ぜます。よく混ざりましたら、こちらをお皿に盛りまして、真ん中に卵の黄身を落とします。はい、完成しました。簡単マグロユッケでございます。はい、ではいただきます。うまい。マグロにね、甘辛のね焼肉のタレ、ものすごく合いますよ。めちゃくちゃうまい。この甘辛のねマグロの味にね、このごま油とネギの香りで、キュウリのシャキシャキ感、もうすべてがねコラボレーションしてね、最強にね美味しい味になってますね。で、唐辛子もね入れたんでね、辛味もねいいアクセントになってます。きっとね日本酒もねすごく合うと思うんだよな。あー美味しい。合いますね。うまい。じゃあここで卵の黄身を潰してあえて食べてみる。これでもね絶対うまいんだよな。やっぱね黄身が混ざるとね、こうまろやかさとね濃厚さが出てくる。これはこれでねまた味が変わって美味しいですね。はい、ごちそうさまでした。皆さんもぜひマグロユッケ試してみてください。